ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、はい、今日はどんな出会いは奇跡のお話が聞けるんでしょうか。なんと今日は、はい、はい、あ、すいません、なんと今日はですね、はい、まゆこと8匹の子猫たちというタイトルなんですけど、うん、ね、素敵な女性が今ね、まゆこさんという方です。はいはい、で8匹の子猫たちっていう、え、何なんだろうって言いますけど、思うかもしれないんですけど、実はですね、8匹のね、猫ちゃんが、と一緒に暮らしていらっしゃるということで、まあ、ちょっとその愉快なお話をですね、はい、まあ、お伺いしようかなと思っておりますので、で、ちょっと早速自己紹介をいろいろとよろしくお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、こんにちは、まゆこと申します。こんにちは。8匹の、猫っていうタイトルで、今日ここに来させていただいたんですけど、はい、で、何だろうと思うんですけど、ちょっとゆっくり話していきたいと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず簡単にプロフィールからよろしくお願いします。はい、お仕事はですね、はい、まあ、エステ、フェイシャルエステの、うん、してます。うん、なるほど。ちょうどこのエステのお部屋で今、うん、やってるんですけど、ね、なんか素敵な部屋ですよね。部屋でちょっと、うんうん、はい、あります。で、そう、家よりね、綺麗なので自宅だともう猫でむちゃくちゃなのでいえいえ、ひょっとして猫ちゃんのフェイシャルエステもするっていうわけではないんですよね。違うんですね。あ、なるほどなるほど。今のとこ人間だけですね。あ、なるほどなるほど。あ、よくわかりました。はい、はい、で、まあ、49歳になりまして、ついこの間、はい、でもまだまだこう人生を楽しんで、猫と共に楽しんでいきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、人生200年時代と言われるのでまだ前半ですね。そうですね、うん、まだまだまだ前半ですね。で、まだ、私も折り返し地点から3年経ったところなので、まあ、あと47年ぐらい、まあ、プラスアルファで20年ぐらい生きようかなとは思ってるんですけど。どんだけ生きるんだみたいな。はい、実はですね、ここに今私と、ね、根本真子さんと舞子さんといるんですけど、3人ともね、いろんな縁があって猫に関わっているといるんですけど、なんとこの舞子ちゃんが8匹、最初ねすごくびっくりしたんですけど、私はね捨て猫シナモン1匹飼っているんですよね、もう1人だけなんで男の。舞子ちゃんのその8匹がいつどういう形で家に舞い込んできたのか、どういう形でどっかからかなんかね、うん、飛んできたのかわからないんですけど、その辺ちょっとエピソード聞かせてください。うん、いいです。はい、ぜひ。まあ、子供の時から動物大好き で、うん、まあ、子供の時から本当にペットがいないことはないみたいな人生だったんです、うん、でもう鶏とか、うん、まあ、ワンちゃんとか、うん、小鳥とか、まあ、いっぱい、うん、金魚とか亀とか船とかいっぱい飼ってたんですけど、家で。で、まあ、大人になってこう一人暮らしをするようになって、なんかもうペットがいない生活がもう寂しすぎて、うん、でだったんですけど、まあ、その前に、まあ、子供の時ですね、なんかよくこう野良猫を拾ってきては、こうお母さんにこの子飼っていいみたいな感じで連れてきて、でお母さんに、もうダメでしょ、もうその元いたとこに返してきなさいってよく言われてる子供だったんですけど、うん、なんか自分がもし母親になったら、もし子供が猫を拾ってきたら、そんな捨てなさいなんかも絶対言わないって決めたんですね、子供の時に。はい、あ、
ね、そのまま大人になって、うん、まあ、さっき一人暮らしをしてちょっとペットがないのが寂しいなと思ってた時に、うん、なんかお友達がそういうボランティアで里親探しをやってるってお友達がいて、うん、まずその方にお願いして2匹最初にいただきました。この方が、はい、私が大人になってから飼い始めた最初の子たち、ね、うん、兄弟で2匹、白黒猫と黒猫ちゃんの兄弟でした。うん、でその子たちも、そういう保健所とかで本当は殺処分の対象だった子だったんですが、その子たちをボランティアさんがこう保護して、で里親探ししてでうちに来たのが最初ですね。でその2匹飼ってすぐぐらいに、私が仕事に行こうと思ったら、なんかちょっとマンションの下のこう自転車置き場のところに、うん、キジ猫の子猫がちょこんって座ってたんですね。うん、かわいいと思いながら、でも仕事なのでじゃあねって言ってバイバイって言って、あの自転車で仕事に行ったんですね。で夜帰ってきたら、今度はなんか真っ白いこう猫ちゃんが、そう、大人の猫ちゃんなんですけど、真っ白い猫ちゃんがいて、うん、で、その白い猫ちゃんが私になんか頼んだよって言ってきたんですよ。真っ白い猫、このキジ猫の、朝見たキジ猫の子猫がまだいたんですね。で白猫ちゃんは私にこの子頼んだよって言って去っていったんです。で、いや、もうなんかあの白猫ちゃんになんか頼まれたと思って、2匹もらったばっかですけど、そのキジ猫ちゃんも連れて帰って3匹になったんですね、すぐに。で、それで3匹で、まあ、しばらく、いるんですけど、私もまあ結婚したり娘ができたりして、まあ、3人、まあ、家族3人と猫3匹でこう暮らしてたんですけど、で娘がだんだんこう大きくなって、小学校1年生ぐらいの時ですかね、に近所でやっぱり野良猫ちゃんが赤ちゃんを産んで、なんかよく走り回ったんですよ、子猫が。いや、可愛いなと思ってたら、なんか分かんないですけど連れて帰ろうと思ったんですよね。なるほど。で娘と2人でなんかこう缶詰持って行って、で食べてる間にこうさっと持って、その子も生まれて4匹目ですよね。そうなんです、はい。まだ4匹ですね。まだ4匹ですね。時間があと16分なんで。本当ですか？早めに巻きできますね。いやいや、大丈夫です。でその後毎年、なんか私が拾ったり娘が拾ったり、なんか近所の人が子供が拾ってきて、なんかもう猫ちゃんといえばもうまゆちゃんでしょうみたいな、相談が来るようになって、もらい手が見つからなかったらもらってくれるみたいな。なるほど。絶対探してないと思うんですけど、私もなんかもらい手なかったらいいよって言ったら、なんか全然探してないかもしれないですけど、見つからなかったわって言って来たりとか、でもスポッポッポンと3匹ぐらいまた増えて。で、その時点でもう、なんでさ、今7匹ですね。7匹ですね。で、その後に、そう7匹ぐらいになったんですけど、やっぱその上の3、最初に飼った3匹がだいたい16歳ぐらいになったので、続けてこう他界してしまって、なるほど、減ったんですけど、なんか減ったらやっぱ寂しくなって、今度なんか黒猫ちゃん死んじゃったので、なんかやっぱ黒猫欲しいなと思って、やっぱ違うお友達で、そういうボランティアやってる友達に、私黒猫欲しいんだけど、なんかもしいたらなんか欲しいなって、神戸のお友達なんですけど、神戸に家に相談したら、黒猫2匹いるよみたいな感じで言ってくれて、どっちがいいみたいな感じで言ってくれたんですけど、どっちかとか選べない、もうそんなこう生まれた時から一緒にいる兄弟を引き離して、なんかどっちもどっちかとか選べないので、もって言って神戸から連れてきてくれたの2匹。黒猫、いや、連れてきたんですね。送ってもらったんですって。
お友達がそう、カバン、あのペットの、新幹線で来てくれて、で東京駅にこう、受け取って、はい、すごい可愛い。なんか話伺ってると多分なんか猫に好かれているんでしょうね。猫からなんか拾ったというふうにさっきおっしゃってたんですけど、マリコさんは、猫ちゃんたちがなんか助けてくださいというか友達になってくださいというなんか来てるような気もするんですよ、ね、なんかすごくいいですね。ねえ、いい物語ですね。実話なんですけど日本昔話みたいですよ ね本当に、でなんかあれですか、最近もまたあれですよね、ちょっとあったんですよね、猫ちゃんが、そうなんですね。なんかそのね、2匹黒猫ちゃんもらって、6、7年前ぐらいだったと思うんですけど、ですごい可愛いで飼ってて、で1匹は娘のファンなんですね。で1匹はペッタファンで、なんか兄弟でもらったけど、あんま兄弟でいないで、こう娘にペッタリ、それぞれ好みが違うわけですね。そうそうそう娘さんかお母さんか、どっちか喧嘩しないですね。あ、そう、喧嘩しない。なるほどなるほど。でも娘のファンクラブの方がちょっと若干多いですけど。ああ、ファンクラブ、あ、なるほど。契約率が高いんですね、娘さんの方。ああ、なるほど。で、まあ、まいちゃんファンクラブの、あの、まあ、黒猫ちゃんなんですけど、すごい可愛がってって、なんていうかな、あの犬みたいに本当顔をこう上見ながらこうってついてきたりとか、帰ってくると玄関までこう帰り行ってきたりとか、それ可愛い。ね、頭がいいというか穏やかな、すごい穏やかな子で、すごい可愛いけど、でもその子がちょっと、ちょうど4日か5日前ぐらいに急に、ちょっとこう天国へね旅立ってしまって、寂しいんですけど。寂しいですね。ね、何回経験してもそのね別れっていうのは慣れないというか、あの僕もね、あの捨て猫シナモン最初捨て猫になったんですけど、やっぱり動物と人間でも、あの違う生物体ですけど、なんかつながっているというか、会話というか、なんか話を伺っていると、マイコちゃん、あれひょっとして前世があの猫の王様だったんじゃないですか。猫の、ね、なんかそんな感じしますよ。あのすごく、ね、人気の高い王様 で子様が生まれて、子様の方がファンクラブで多くなったわけですもんね。いやだけどあったかい話というか楽しい、本当ね、あのマイコちゃん楽しいですもんね。本当でありがとうございます。もうね、もう出会ってね3年ぐらいですかね、なるんですけど、はい、いいですね、猫ちゃんね。主に猫ちゃんが好きなんですね。そうですね、動物全般、ワンちゃんも好きなんですけど、猫の方が、まあ、そんな手がねかからないっていうのと、あ、そうですね、お散歩も特にね行かなくていいので、その多頭飼いって言うと思うんですけど、何匹も、まあ、何匹って言われてるんですけど、何人もそのお子様猫ちゃんがいて、なんか たまにその困ることとかはないですか。困ること、あ、はい、やっぱトイレ掃除ですかね。逆になんか感動的なこととか買ってくれたなっていう、そういうのはありますか。感動的なことで困ること、感動良かったこと、涙が出るぐらいなんか感動したこととかはないですか。いやー、それはもう毎日ありますけど、何ですかね、あの一番はね、なんかやっぱ人間も動物もそうですけど、なんかやっぱ癒しを必要としてるんですね。いろいろね、お仕事したり大変な辛いこともあるだろうし、まあ、エステもそうですけど、なんか、私は、まあ、癒したいみたいな、気持ちが強いので仕事もエステをしたりしてるんですけど、あ、そうか、癒してあげたいっていう、癒されたいよりも癒してあげたい、そっちですね。そうみたいね。でもやっぱり自分も、ね、疲れたり癒されたいっていう時があるんですけど、毎日その猫ちゃんを触ってるだけで癒されるので、毎日家に帰るとこチャージされるというか、あ、なるほど、充電ですね。そうですね、猫ちゃん、あ、癒しの充電ってなんかすごくいいですね。ね、そうです、私の癒しの充電は猫ちゃん、今
今は6匹なんですかということは。あ、そうなんです。いろいろ出たり入ったりして6匹、うん、6匹になります。それでもすごいですよね。もうね、6匹なんて少なくて、また子猫欲しいなと思ってます。なるほど。いやで、娘さんも大好きなんですね、猫ちゃんは。あ、そうですね、娘の一人っ子なので、うん、もう猫と兄弟みたいな感じですね。あ、なるほど。しょっちゅうなんか喧嘩してます、猫と。なんか娘さんがちっちゃい時ひょっとして、うん、その猫ちゃんがスプーンで、ね、スープを食べさせてるとか、そういうこともあったんじゃないですか。ねえ、あった。子育てしてくれてましたよね。ちなみに根本もこさんは、はい、ワンちゃん猫ちゃんにはご縁はあるんですか？そうですね、まあ、小さい時は、うん、ワンちゃんを、ね、実家でね、お家で飼ってたんですけど、うん、どちらかというと私犬派だったんですよね。だったよりだったってこと。なるほど、はい。けど、うんうんうん、ね、そのレンさんのとこにね、シナモン君が、はい、ね、私もちょっとシナモンと触れ合う機会が結構たくさんねあるので、それでやっぱね、猫ってなんかこんなことすんだっていう、その猫の何なんかこう行動っていうか習性っていうか、それがなんかもうすごく可愛くて、もともとなんか猫ってなんかこうやっぱりイメージがね、そうイメージがどうしてもこう泥棒猫とかちょっと悪いイメージが あるじゃないですか。ノラ、うんうん、ちゃんも必死で生きてるんですけど、やっぱりね、その実家で、うん、その田舎の方だったんで、結構裏口の戸を開けて開けてたんですよ。ソーセージを持って行ってたんですね。そう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 。持ってたりとか、ちくわとかね。そしたら母がこの猫めみたいな感じでね言ってたんで、で母もね、ちょっと猫があんまり好きじゃなかった。うん、その影響でなんか猫って嫌だなとかっていうイメージがすごくあったんですけど、でもなんかすごく猫がシナモン君を見て、猫ってすごく可愛いとか思ってすごく癒されますね。うんうん、犬って割と元気いっぱいじゃないですか。ワン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 ってきて懐きますけどね。あと、そうね、そこが可愛いとこでもあるんですけど、うん、猫ちゃんってなんかすごくなんかなんかおとなしくって、なんかこうゴロニャンってこう優しく来るじゃないですか。あ、まあ、そうですね。なんかそこがすごくなんかね、かわいい。うん、まあ、猫の種類に乗ると思うんですけどね。ちなみに、まゆこ先生のとこにいらっしゃる猫ちゃんは全部なんか雑種とかいろいろあるんですか、種類は。ああ、もう全員元野良ですね。元野良なんですね。元野良さん。ああ。うん、あ、だけどその元奈良さんを少年で迎え入れるという、やっぱりすごく優しい、ね、すごく心の持ち主ですごくいいと思いますね。うん、まあ、僕も 元奈良なんですけど、うん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 、でもね、そうやって本当救われた猫ちゃんが本当たくさんね。そうですね、救われた猫ちゃんが本当にたくさんいて、うん、なんか素晴らしいですね、やっぱりこの愛護団体というかね、そういうところからね、やっぱりね、殺処分にならないようにって、うんうんうん、いいですね、すごい愛情が豊かだと思います。あ、本当です、いただいてありがとうございます。うん、今いらっしゃるその6人の猫ちゃんたち、上からお名前をいただけますか。はい、エルちゃん、はい、レノくん、はい、クレアくん、はい、孫みたいな感じで名前が出てこなくなる。あ、ネオンくん、はい、ミケちゃん、うん、リオンちゃん、え、女の子が3人3匹、今33ですね。33なんですね。うん、なるほど、すごいですね。ねえ、いや、もう6匹なんて少ないですよね。ああ、なんかそういう気がだんだんしてきました。多分この今回のね、この対談のコーナーをね、もし聞いていらっしゃる方がいらっしゃれば、はい、やっぱり猫ちゃんのね、考えが変わってきたりね、いただければいいですよね。ね、そういう全国ありますもんね、その猫ちゃんのね、守ろうみたいな会がね、うんうん、広がればいいなと思います。うん、
私もね一回行ったことがあるんですよ、そういう猫ちゃんのなんか里親探しのなんとかルームみたいなとこ行ったことがあるんですけど、とてもなんかあのジーンときますね、心が。猫のショップに行くのもいいんですけど、猫のショップに行くとどちらかというとあのジーンとくるというよりは、まあ、かわいいなって、この子来週いるかななんですけど、その猫ちゃんを守る会、まあ、里親探しというのは全然180度と雰囲気違いますからね。多分そこに来る方も違うような気がするね。まあ、どっちがいい悪いという表現はちょっと私は見抜けないんですけど、なんかこういう話してるだけでもね、なんかシナモンは今寝てるんですけどねみたいな感じでねえ、じゃああれですね、本当舞子ちゃんにね、あのまたね猫がねあの行きますよね、ちょっと、うん、ねえあのいたらねどっかちょっとあの連絡しますのでいましたよって言ってねえ、またぜひご縁のねある子がいたら、え、今何色が6人は何色なんですか？結構キジトラ、やっぱり、ね、シナモン君みたいなトラが多い、トラ、うん、トラ柄が2匹か今、うんうん、白とトラ柄、ああ、なんかここによく鼻くそみたいについてるなんかその子が一匹と、なんかちょっと白とグレーっぽい子が、とあとミケ猫、ミケちゃんはね、もうミケ子はそのままミケ猫、ミケ猫なんですね、なるほど、はい、と黒猫ですね、その、なんかね猫の、猫の教会が作りたくなりました。本当ですよ ね、 猫を救おうとかね、猫とお友達と、ね、うん、触れ合おうみたいな、ね、うん、あのここ2、3年ぐらい猫ちゃん の、 その普及率がだんだ ん、 なんか多くなってきてるみたいで、うん、ワンちゃんと変わらないぐらいなんか人気があるみたいなんですけど、うんうんうん、なんか本当やっぱりペットといえば犬猫定番ですもんね、うん、あとウサギですかね、その次は、暖かくなりました胸が、なんか奇跡だと思います、それ本当猫たちの出会い、そうですね、本当、うん、絶対これあれですよね、あの、まあ、何年か、ね、一緒に過ごしてきて15年20年で、まあ、飛び立っていくんですけど、多分亡くなられた猫ちゃんたちもきっと何か 言いたいんでしょうね、あの、楽しかったよとか、ねえありがとうねっていうのがなんか、うんうん、僕もね昔もあの昔あの小学校とか、まあ、もう飼ってたんで、はい、まあ、必ず亡くなると夢に出てきたりしてたんで、なんかとても今日はいい対談になりました、良かったですね、うん、またねこれをきっかけでね、捨て猫も本当にあの愛を与えれば会話ができるっていうところで、うん、捨て猫シナモンも作っていますので、うん、捨て猫シナモンっていうのをちょっと検索していただいて、捨て猫シナモンはひらがなのシナモンですね、ぜひあの見ていただいてちょっと覚えていただければと思いますね、結局は捨て猫シナモンの宣伝になっちゃいましたけど失礼しましたいいと思います、うん、いやだけど本当ね、あの今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、またあの続きをお話しましょう。ありがとうございます。はい、今日はまいこさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。はい。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こう。
流れ星に誓うよ明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん、悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて、二人で聞く雨音雫一つ歩いて行こうよ手をつなぎ、虹の空に誓うよ夢を抱き、どんな時も信じてる。